では今日のですね、お絵かきマインドの作り方の話します。ですね、皆さんどうしてもね、そう、練習のための練習になる人がね、やっぱ少なからずいるんですよ。練習のための練習ね。出ていくか。これね、いや、逆に言うと僕よくわかんないんですよ。練習のための練習っていうのをしたことがないので。練習のための練習ね。これ本当にあんまりうまくなんないっすっていうのは、本当筋トレと同じなんで、筋トレと。うん。練習のための練習ね。で、この前実は僕、金沢の方にですね、金沢の方に、なんだっけ、ICAF だっけ、ちょっと、なんだっけ、ちょっとパッと思い出せない。要するに大学生が、美術系の大学生かな、美術系の大学生で、アニメーションを作ってる。で、これね、別に、いわゆるアニメ業界の商業アニメーションっぽいアニメとは限らず、どちらかというと、なんかその、アートアニメーションよりかな、どっちかというと。ICAF ね、行ってきました。インターカレッジなんちゃらアニメーション、フェスティブル、わかんない、ちょっと、それ間違ってたらごめんなさいね。まあそういうの行ってきたんですけど、そこでいろんなね、学生が作ったやつを見てきたんですけれど、すごく、いいと思いましたっていうのは、まず完成させてる作品がやっぱ多かったんですよ。まあ、もちろんそこで、フェスで流れてるやつはもちろん完成品ですけど、その途中まで作りましたみたいな、最初その、いわゆる、上映会みたいなの後の学生の、学生との交流みたいなところにも行ってきたんだけどね。で、はっきり言って、まあ僕はやっぱり何でもいいけれど、完成作品っていうのがすごく大事です。例えばアニメを作ります。完成、作品、自主制作、アニメを作る。例えばですよ。いや、漫画でもいいですよ。イラストでも漫画でも、何でもいいですよ。それ好き、自分の好きなジャンルのものの完成作品を作る。そう。そうすると、何がいいかっていうと、はっきり言って、それを前提とした、まあ練習ができるようになる。要するに練習っていうのは、自分が何を上手くなりたいかっていうのを明確にないと、いいか。何が上手くなりたいかってすごい明確になるんですよ。要するに、作品の、まあ作りました、なんかね。そうすると、なんか、絵がしょぼいなーとか、なんか、もうちょっとこうすればいいのに、ああすればいいのっていうように、こう、後悔が残るじゃないですか、後悔。この後悔がすごく大事なんですよ。でしかも、ある程度まとまった形で、作品なので、ある程度後悔まとめだと思ってください。これが練習だと、そんなにみんな後悔する？練習でそんなに後悔しても、もっとこういう風に練習しときゃよかったなーとかみんな思う？その練習。練習だしってどうせ思わない？練習だししょうがないっていうか、まあ、別にいいかなって思わない？練習であんま後悔しないよね、みんな。作品作るとやっぱ後悔するんだよね。もう、1日後とか2日後くらいから、これこうしとけばよかったのに、もっとこういう風に絵描けばよかったのにとかなんない？はっきり言っていい形で後悔するためには、やっぱり作品作んないとダメなんですよ。要するに本番ですよ。要するに自分にとっての本番っていうのをやらなければ、ね、後悔しないし、そうすると練習っていうのが具体的にならないんですよね。練習のための練習っていうのは、そう、練習では後悔しない。いいね。ちょっと今日、一言ゲット。これまたツイッター書こう。そう。練習は後悔しないんですよ。で、はっきり言って練習のための練習って本当意味ないんですよ。例えば、こう考える人多くないですか？なんかデッサンしたり、模写したりした先に、漫画とかイラストとかアニメとか作れんじゃねえかなって思ってる人いない？大間違いですよ。大間違い。なんか高尚なデッサンをまだ私はしてませんので、高尚な、デッサンであるとか、なんか室井さんがやたらおすすめしてる、模写とか、なんぞを、これら練習をしなければ、作品は作れませんって思ってる人多くないですか？
これとんでもない大間違いですよ。なぜかというと、なぜかというと、作品っていうのはアニメとか漫画とかイラストとか、はっきり言ってアニメと漫画とイラスト、どのジャンルにせよ、この対象となる模写デッサン、これアニメが上手くなるためのデッサン、漫画が上手くなるためのデッサン、漫画が上手くなるための模写、漫画が、上手くなるためのデッサン、もう全部違うの。これ全部違うんだよ、全部違うはずなの、厳密に言うと。なおかつ模写とかデッサンをしているときに、この完成形をイメージした上で逆算 しながら描かなきゃ、違うわけです。例えばアニメだったら、僕まあアニメ畑なのでよりアニメに関して説明できるんですけど、簡単に言うとアニメで言うと、より早く例えば刀身を合わせるとか、正確に、あるいはさっきの話で出たように、シルエットから攻めるとかね、まあ、シルエットっていう意味では実は漫画見出すも全部同じなんですけど、シルエット大事、スピード大事、しかも刀身を合わせていっぱい描くの大事とかっていう風に、実際に作品を作る前提の練習方法、練習をする人と、そんなのを一切考えないで漫然とやってる人では、同じ時間同じ練習をしたとしても、最終的にそのアニメーションとか、その何、作品作りのアプローチ結果に対しての、その、まあ、効果全く変わるのも分かるよね、みんな。全部違うのか、そう、全部違うのかっていうぐらい、分かってない人は練習が漫然としてるんですよ、はっきり言うと。漫然とした練習っていうのは、あまり意味がない練習しちゃってるんですよ。自分はこういうアニメーションを描けるようになりたいから、こういう絵を選び、こういうような描き方を、要するに素材の選びがまず全然違う。素材が違う。書き方が違う。全然違うと。っていう風に作品から逆算、要するに作品作らないと分かんないです。それはイラストだったらやっぱり色を塗る。自分が、好きなジャンルの、例えばそういうね、イラストの絵みたいなものの雰囲気っていうものをイメージしながら練習しないと意味がないんですよね。そう。そう。っていうふうに、この前のそのやっぱ学生さんたちのやつ見て思いましたよ。すごく、だから、そこから、じゃ逆に起点になる。あとね、あと、これが実はね、結構みんな結構見落としがちなところがある。作品を作ることによって、なんとプロに仮になるときに、なんとこういうようなことが、ああいうこと、ああいうようなことがわかるんですよ、作品作ると。というところで、まあ、チラ見せ無料タイムは終わりにしたいと思います。はい。ここからプロの応用編、その話を聞きたい人は、ぜひ、会員になってください。はい。では、そうそうそう。違うんですよ、ここからがね。はい。まあ、どこがどう違うかは、この後の、有料枠で。はい。じゃあ、お疲れ様でした。